さん、お久しぶりです。こっちはやってたんですけど、花粉がいっぱいあるところにセッティングして撮ってたりしたから、まあ昨日はここ何年かで一番ひどい花粉症の症状が夜出まして、鼻水止まらないわ。まだちょっと鼻声ですけど、それでもだいぶ今日は、ね、今日はもう仕事だったから、ウォーキング、最近ウォーキングしてるからそれもちょっと原因かなとは思ってるんですよ。それをやめてまで、花粉症を治そうっていう気はないので、やっぱり歩くのは歩くんで、マスクをしてでも。なので、きつかったんですけど、ちょっと曲はアップできなかったんで、さすがに。だけど明日ライブがあるので、とりあえず今日はこっちじゃなくて何か歌おうと思って、でこれちょっとこの前話題になったんですよ。伊藤咲子さんの乙女のワルツが好きだっていう会社の人がいたのと、その話をちょろっとしたら、ギターの相方がカラオケで歌ったんで、じゃちょっと私も明日歌うのに逆にキーの高い歌を歌ってちょっとリハビリしようということで、歌ってみました。ちょっとカポは使わないで、コードチェンジしたので、最後はちょっときつかった、歌もきつかったんですけど、コードもきつかったんですけど、今日は伊藤咲子さんの乙女のワルツをお送りしました。明日ライブ頑張りますので、よろしく。それではどうも。